手元にある余裕資金、一括投資すべきですか何回かに分けて積み立て投資すべきですか回答は、投資経験なさい初心者は、積み立て投資しなはれ。過去のデータ上は、むしろ一括投資の方がリターンに優れているとさえ言えます。確率論で言えば、一括投資の方が儲かりやすいんですね。一方、積み立て投資は、機械損失がある。右肩上がりの相場で振り。でも、僕は、投資するファンドがまともなものならば、投資は続けてなんぼだと思っています。多くの人に積み立て投資をお勧めする理由は、 小学からスタートすることになるので初心者にも取り組みやすいいつでも今から始めればいいと割り切りやすいもし投資スタート直後に暴落が来ても心理的に楽上下する相場に強いもし皆さんが鬼のメンタルを持っている場合は別ですでもきっとそういう人は多くないでしょう 積み立て投資を選択しておけば値下がりした時には「積み立て投資にしといてよかった」って思えるし値上がりした時には一括の方がもっと利益多かったけど損したわけじゃないし「いやーこんな感じでどう転んでも落ち着いていられますよね」長く着実に投資を続けてほしいからこそ皆さんの感情面に配慮して「積み立て投資しながれ」って言ってるわけですね。